一人の文筆家がいる。現代フランス哲学を専門とする言語学者、前田秀樹、49歳。倫理という力。なぜ人を殺してはいけないのかと問われる今、倫理という言葉をもとに独自のアプローチを試みた異色の本だ。あの時話題になってた人はなぜ殺しちゃいけないのかっていう、あの中学生の質問に、まあ、いろんなインテリが答えられなかったというあの逸話がありますけど、これはあの、まあ、僕にとってはとてもあの我慢のならないことというか、でそれは自分自身ずっとあのそういうことはあの自分がいろいろものを書いてきた中で、特になぜ生きるのかというような問題に答えられないような、あの学問答えられないような、あの施策っていうものが結局は意味がないだろうと。前田の施策の背景には学問上の幅広い歩みがある。言語を記号と考えたスイスの言語哲学者ソシュールを通して、言語が指し示す領域以外の豊かさに注目した。さらにフランスの哲学者ベルグソンの哲学を通じて、人間には知性や本能以前に性そのものへと向かう根源的な力があることを学んだ。前田はそこから現代文明のさまざまな領域へと関心を広げた。映画、美術、文学、学問を個別の領域に閉じ込めない自由な発想である。中でも前田が倫理に関して強い共感を寄せるのは小林秀夫。ベルグソンから本居宣長へと向かった小林の仕事は、日本では誰一人として試みなかった倫理と言語への独自のアプローチだった。前田は小林の批評が常にゴッホや西行、モーツァルトといった傑出した個性と向かい合うことで作り出されていったことに注目する。小林秀夫が批評の方法にしたのは、傑出した個体っていうものが全く通俗的でなく、あの驚くべきやり方で描かれるという、そこのところですね。偉大なものがどんなふうにして出現するかというその過程ですね、その秘密ですね、それがこうまざまざと描き出されるって、それを小林ほどのその力によって、小林ほどの明晰さによって、あのその偉大なものが出現してくるその過程というのを、あの描き出した人というのはいないと思いますね。小林は人間の精神に時として驚くほどの偉大さや立派さが現れてしまうことを描いた。それは人間が与えられた運命の下でいかによく生きようとしたのかという精神の物語でもあった。そこに小林流の倫理を感じると前田は言う。